ハーベル・ボリー・ソビチ・アクセリロートは、ロシアの社会主義者。ユダヤ人。ロシア社会民主主義の賢人と称される、マルクス主義の理論家。一貫して、レーニン主義に反対し、メンシェビキのユーリー・マルトフの理論的後ろ盾となった。1850年、イスタンブールで生まれる。本名、ピンフスボルフ。 当時ロシア帝国領だった、ウクライナのチェルニゴ府県に帰り、育つ。父親は、宿屋兼居酒屋を営むユダヤ教徒であった。中学時代に、社会主義思想に目覚め、ラッサールの影響を色濃く受ける。1872年、キエフ帝国大学に入学する。在学中に、ナロードニキ運動に参加するが、1874年、逮捕される。 その後、脱走に成功し、ドイツのベルリンに亡命する。さらにジュネーブに移り、バクニ人の影響を受けた、無政府主義のサークルに参加した。1875年から1979年にかけて、秘密裏に帰国し、雑誌の編集や、労働運動に携わったが失敗した。1881年、スイスのチューリヒに亡命する。この頃から、 マルクス主義に立場を移し、1883年、労働解放団の創設に参加する。また、インターナショナルチューリー比、ロンドン大会に出席し、同時に、晩年のエンゲルスをプレハーノフと共に訪れた。1903年、ロシア社会民主労働党、第二回党大会では、マルトフの同期役案を支持また、これに先立つ、公領案の討議では、 レーニンの打ち出した土地の国有化を、プレハーノフと共に批判した。アクセリロードは、メンシェビキの指導者の一人となり、プレハーノフの推薦で、当機監視、イスクラ編集部に入った。イスクラに寄稿する中で、レーニン及びボリシェビキに対しては、たびたび批判を加え、レーニンが主張する党組織論を危険視し、ボリシェビキとメンシェビキが、 究極的には対立することを1905年から1907年の段階で予想するに至った。1914年第一次世界大戦が勃発するとロシアが参加していた連合国側を支持した。その後、カウツキーラ、ドイツ社会民主党中間派に接近し、勝ちもせず、負けもせずのスローガンのもと戦争反対に傾斜し、 ロシア社会民主労働党組織委員会の在外初期やイズベスチア氏の編集者となる。2月革命後の1917年5月にロシアに帰国し、ロシア社会民主労働党組織委員会議長、と中央委員会議長に選出される。その後、ペトログラードソビエトなどで活動するが、インターナショナルの準備のため出国し、9月ストックホルムで演説。 臨時政府を支持し、ボリシェビキに反対する立場を表明した。以後、ドイツで亡命メンシェビキウハ指導者として活動し、様々な論文、著作を表し、1928年亡命先のベルリンで死去。ありがとうございます。